皆さんこんにちは。ジャストフィットのお手伝い、藤原商会代表シューズアドバイザー藤原です。今日はですね、サイズ選びについてですね、少しお話ししていきたいなと思うんですよね。皆さん、幅で選ぶとか、このぐらいの長さがいいとか、いろいろあるかもしれませんけど、もう少し具体的に自分でも見た目で分かるような選び方を説明していきたいなと今日は思ってます。まずは自分のもさておきながら、人の見た時に、あの人サイズ大きいぞって分かる方法をお伝えしましょうか。ね。こう、皆さんから相手のサイズ、もしかしたら自分でもそうですけど、ここですよね。シューレースホールの列がですね、非常にこう狭い人、こういう風になっちゃってる。こういうとこたわんでて、エクボみたいになってる人は、サイズが確実に大きいですね。まあ、履いてる感じですね、まさにね。例えばこのベロシティウィンドウだったらですね、テンポアップシューズなので、基本的にもうフィット感がソックライクフィットなんですよ。ソックライクフィット、靴下のようにフィットするようにしてあるので、足を入れてレースアップする前にもうこういう風にこう中身が詰まってる状態ですね。もう少し具体的に言うと、このシューレースのレースホールとレースホールの間が少しピンと張ってないともうおかしいですね。これがもうすごく締められるってことは、局所的に言うと、こうもう甲周りのサイズがもう全然合ってないので、おそらく全体的に合っていないですね。紐がね、すごい締まっちゃってる人もそうですね、はい、特にこのベロシティウィンドウで走る時なんかはもうテンポアップしてますんで、皆さんがもう地面についてる時間もうほんと一瞬ですので、着地時にやっぱりこうある程度こう動かない環境を作っておく必要があります。じゃないと快適ではないですね。お買い求め時にはちょっとこうタイトではないですけど、買いたてのワイシャツと一緒ですね。こう襟がキュッて立ってて、ピシッとしてる状態が当たり前ですので、履いていくと、まあインナーソールに自分の体重が乗ってきますんで、足型がついてきて、スペースがもう少しこう下に出てきますので、よりここは締まっちゃうんですよ。買う瞬間からこういう風になっちゃってるともう絶対大きいですから、さらに自分でも可視的にチェックできる方法としては、このインナーソールに足を乗せますよね。こう乗せて、かかとを合わせて、土踏まずの位置を合わせて、で、幅がだいたい乗ってることが大事です。ここがまあすごい漏れちゃってるとか、すごいこう細い場合はもうサイズが大きいですね。で、だいたいここの上に合わせたら、スペースは、つま先はありますよ、正直言って。乗せてあげて、幅面がもし出ちゃってる人、出ちゃってる人は、正直ワイド 2E って少し一つ上のサイズが必要ですけど、なかなかここがボッと出てしまってって方はいらっしゃらないと想定しますし、レーシング系のテンポアップシューズの方が割とタイトに作ってます。それをジョギングで使うって用途では考えていませんので、例えばこちらのマキナとかですと、もう少しラストといってシューズの中身がゆったりできてるので、それとシューズのタイプもお間違いではないか確認してください。その辺もフィット感にすごく関わってきますからね。履いていて自分がフィットしてるなーってこう思われたこと一度はあると思うんですけど、その感覚を具体的にしますとですね、かかとがこうつかみ感があるわけです。そして甲周りも先ほどお話ししたみたいに、しっかりこう足が詰まっていてグッと掴まれてる感じ、このかかととこうで掴まれると、もうシューズがもう脱げない状態になるんで、足を上げてもめちゃくちゃ軽く感じますし、で、前が余裕がある状態ですね。前後ではなくて上下に余裕ある感じ。指がちゃんと動くことですね。かかとも甲もフィット感があって足と一体化している。で、つま先が動くっていうのは、裸足の感じですね。裸足にソールがくっついてくる。裸足に機能性がくっついてくるのが理想なので、で、この中にはもしかすると爪が真っ黒とか、中指が真っ黒になっちゃってる人とかもいらっしゃるかもしれませんけど、それでサイズをね、アップするのはやめてほしいですね。おそらくその爪の真っ黒のやつはサイズが大きいです。指が自然な状態でこう動いてない。指を使うなんていうと難しくなっちゃって、こうあれかもしれないですけど、普通に歩いてる時、指使うなんて考えませんよね。要は裸足になっていないんですよ。シューズ内で足が居心地が悪い。もっと言うと、大きいと、こう動かないようにしてるんですね、一生懸命足が。それで、ずっと走ってると、爪が死んじゃったり、まあ、もしくはこう前後に動いてしまう。で、大きいサイズにするっていう、そういう、もう初歩的なミステイクは絶対しないでください。むしろ、小さくて爪が真っ黒になってる人って、少数だと思うんですよ。もうかなり少数。基本ですね、例えばフルマラソンを走ります。
42.195、まあ4万歩とか 5万歩だとして、そこであの足がむくむっておっしゃられる方結構いらっしゃるんですけど、足はですねもう昭和じゃないんですからむくまないですね。通気性がめちゃくちゃいい状態になっています。着地の時間も皆さん思ってるより時間短いですから、地面についてる時間ね。もちろん経験あると思いますけど、ランニングシューズのフィット感で、まあ例えばもう映画館とか行ってそのまま紐締めたままにすると結構きついですよ。止まっちゃうとむくんできますので、ランニング中はむしろフィットしてる方がベネフィットが多いと思いますので、そういう考え方でね、あのサイズ選びしてなかった方はちょっとあのヒントにしていただければなと思いますね。あとですね、紐を結んだまま脱ぎ履きしてる人いらっしゃいますか？紐はですね調整するためにこうついてますので、紐をねほどいて脱がないとですね、ここやられちゃうんですよね。かかとがどうしてもやられてしまいます。フィット感の要ってここなんですよね。特にヒールカップといって、このかかとはしっかりとした足型データ取って作られてますんで、自分のこうシューズのこの内側見てください。多分こう穴どっか開いちゃってるんじゃないですか。マナーの問題なので、ぜひ自分の道具を大事にする意味でシューレースもほどいてほしいなというところなんですよね。であとですね、紐のね通し方、もう一回も外したことない人結構いらっしゃると思うんですけど、箱から開けてね、ほとんどのメーカーがアンダーマンもそうなんですけど、あのアンダーラップという通し方をしてます。シューレースがこう入って、まあこう下からこう包んでいく感じ、むしろこういう物体を下からこう包み込む感じなんで、まあ包み込んでるのは間違いないんですけど、少しここに余裕が出るようにしてあるんですよ。一番オーソドックスな通し方なんですけど、もしフィット感が足りないぞ、ちょっと大きい感じになってるぞって方はですね、締め付けがいい方法に変えるといいと思います。オーバーラップって言って上から通すやり方ですね。こういう風に抱きしめるので、こうやって抱きしめるよりこうやって抱きしめた方が力が入りますよね。あのなので少しこう細いとかフィット感が必要な方は、あのオーバーラップってこういう上から包み込む通し方にされた方がフィット感はいいですね。よかったら試してみてください。